屋根裏レコードへようこそ。はい、今年も1年ね、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、早速行ってみましょう。 RC サクセションシングルマンですね。はい、出ました。ついにね、この作品を取り上げる時が来ましたね。RC ね、いやこれ日本音楽界にとってもね、最重要作品と言ってね、いいアルバムだと思うんですが、はい、今回はね、このアルバムをね、シングルマンを語っていこうと思います。はい、ではね、早速シングルマン語っていこうと思います。ね、でもね、このアルバムほどね、ストーリーがある作品というのはね、まずね、ないんじゃないかとね、思うんですよ。まずはね、その辺のね、ところからね、ざっくりと、まあ、語っていこうと思うんですけど、このアルバムが制作されたのは1974年です。しかしね、当時所属していた、これ、ホリプロがね、ちょっとごたごたがありましてね、まあ、その煽りをね、受けた形になったのが RC ということで、まあ、そのせいでね、仕事ももう何もなくなりましてね、事務所から干された状況というふうになってしまいます。で、そんな中ね、こっそりとね、レコーディングされたのが、まあ、このアルバムなんですけど、1975年に、まあ、一旦完成したんですけど、まあ、事務所にね、内緒でね、これ、レコーディングしてたものですから、なんとね、発売許可がね、まあ、下りなくて、それでね、宙ぶらりんのね、状況になってしまうんですよ。まあ、その後ね、ホリプロと契約が切れたのを機に、まあ、事務所をね、リボンに移籍します。ね。そしてようやくね、1976年に発売という形になるんですけど、まあ悲劇はね、まだ続きまして、やっと販売したもののね、全くね、さっぱりと売れず、あっという間にね、廃盤という形になってしまいます。その後ね、RC はね、ロックバンドに、まあ、スタイルをね、変えるんですけどね。そしたらね、徐々に人気にね、火もつきまして、その時ね、新譜リリースがないのをね、不満に思ったのがね、吉見優子さんっていうね、音楽評論家の方なんですよ。はい。で、吉見さんはね、RC の新作が出ないなら、まあ、廃盤となっているね、このシングルマンを出せと。シングルマンね、再発実行委員会というのを設立しまして、権利を持っているね、ポリドールへね、まあ、直談判というかね、はい、訴えますね。で、そんなこんなでついにですね、1980年にね、再発されることとなりました。はい。そしてね、まあその帯にはですね、こんな素晴らしいレコードを廃盤にしていて申し訳ありませんというね、なんとね、謝罪文がね、掲載されています。はい。一企業の決定を覆してですね、ましてやね、謝罪させるなんてね、もうね、すごすぎですよね。ただね、当の本人たちは、もうこれね、作ってから数年経ってるんで、このアルバムに対するね、熱も冷めていて、まあ、すでにね、終わっているアルバムというね、そういうね、認識だったとね、言っておりますね。はい。ちなみにね、シングルマンのこれすぐ後に、分かってもらえるさをね、シングルリリース、まあ、しているんですけど、まあね、全く分かってもらえず、バンドもね、生活もどん底に落ちていったというね、そんな状況下で生まれた、まあこの作品をね、はい、では聞いてみましょう。はい、というわけで1曲目はファンからの贈り物というね、これいきなりね、ブラスの効いたファンキーなナンバーですよね。で、このね、ブラスはね、ソウルファンク界の、これ言うね、もうパワーオブパワーがね、担当しておりましてね、まあアメリカンソウルが好きなものならね、なんでねタワーオブパワーがここで吹いてんのってね思うと思うんですけど、はい、まあたまたまね来日なんかしてた時に、接待かなんかしてお酒をね、飲ましてね酔っ払わせてなんかわけのわからないまま、レコーディングさせたんじゃないかとかなんとかね、はい、まあ真偽のほどはねわかりませんが、はい、とにかくタワーオブパワーが参加しております。そんな軽快な、まあ、ナンバーなんですけど、詩の内容はねもうひねくれまくっていましたね。
はい、でもねこの曲だけじゃなくて A 面の曲はねみんなこれもうひねくれてるんですよ。はい、この辺ね何をやってももううまくいかない、まあ認めてもらえないというね、まあそんなことでね、はい、もうひねくれてしまうのもしょうがないかなっていうね、そんな感じもしますけどね。そんなひねくれ者でもねやっぱ夜になると寂しいのかね、はい、彼女を誘いね、散歩に出ます。はい、仕事もなければもちろんお金もない、でもね散歩ならお金はかからないですからね、この先ねどうなってしまうのか、先のね見えないまま A 面は静かに終わっていきます。後半ねさらに悲劇が襲いますね。あのヒッピーと呼ばれてた元サブマネージャーの方が亡くなります。B 面1曲目のねヒッピーに捧ぐは、まあ、その彼にね捧げられたナンバーであり、最後のねこのフレーズがねリピートされるフレーズがね、まあ、彼の魂がね天国へね昇華されていくようなイメージがしますね。はい、でそのままね上の空という、まあ、曲につながるんですが、まあ、ここではねまるでもう気の抜けたようなね、はい、やる気も全くなくただふわふわと空をね漂っているだけのようなね、はい、その時のね心の状態というのがね、なんか感じ取れますけど、そしてもう季節は秋になってね甲州街道をね、車で走りながらねもう真っ平だ嘘ばっかりと、感情をね爆発させますね。はい、そしてねたどり着いたのが市営グラウンドの駐車場です。はい、まあ窓はね、まあ、夜露が包み、カーラジオからはスローバラードが流れ、そしてね隣のね彼女は何やら寝言を言ったとね、うん、ただねもうそれだけなんですよここにね描かれているのは。はい、うん、まあこの後ねこの2人がどうなるのかとかね、はい、このアルバムに出てくる者たちの未来というものはねどうなってしまうのかね、何もわからないままアルバムはね終わります。でまあ初めてねこのアルバムを聞いた時に何ともねやっぱり複雑な気持ちだったのをね、思い浮かべましたね。まあラプソディとかブルーをねその前に聞いてたので、まああまりにもねそれらと違うねまあ感じで、感情がねやっぱりついていけなかったのかもしれませんね。はい、というわけでね最後に音楽的なことをね少しね、どの曲もね複雑なねテンションコードとかね、ちょっと変わってねコード進行が目立ちますね。意識的にね多分複雑な感じにしたかったんじゃないかなと思うんですよ。多分ねジャズの影響がねあったのかもしれません。はい、でサウンドはねそれまでのフォークとも、まあ、その後のねロックバンドのね、音ともねやっぱり違いますね。うん、モップスのね星勝さんのこれアレンジ、ね、がね、まあ、あの綺麗すぎてね納得できなかったとね、まあ、清志郎はちょっと言ってるらしいんですけど、まあ、あの自分はねそんなに、まあ、悪いとは思わないんですよね。そしてあのアルバムクレジットはないんですけど、夜の散歩をしない鐘のピアノはあの G2 のようですね。はい、まあこのアルバムね非常にね、なんていうかね思いの、まあ、複雑な、ね、アルバムだと思うんですけど、まあ確かにね内容的には非常に素晴らしいので、まあ機会があればね一度ね、聞いて、まあ聞いたことない方はね聞いてほしいなと思います。はい、というわけで今回はね RC サクセションシングル版について語ってまいりました。この動画ね面白いなと思った方はいいねボタンと、よろしければチャンネル登録をねお願いいたします。はい、では今回もこの辺でさよなら。